さ、あの見とくだ誰じゃこいつらってちょっと強く声出したらいいよ。え、もっと言えばいいんですか。嬉しかったこと、嬉しかったことだな。届いた浅井がめちゃくちゃ嬉しかった。この前の浅井届いたんですよ。あとなんかボクサーとかにしましし全部入れていこうかな。スカスカみたいに。まあ、この1年ですね、あのどんな思いでこう過ごしてきたのかちょっと伺いたいんですけれど、前回の1年前ですか、試合終わって、まあ、ちょっと休みたいなとも思ったんで、うん、そのあの次どうするかっていうよりは一旦こうフラットにしたいなっていう気持ちがあって、じゃあ自分がこうやってやろうっていう気持ちよりはその気持ちがこう出るまでなんかリラックスしたというか、うん、安定させてたみたいなところですかね。格闘技って素晴らしいな、格闘技っていいなって思ってもらえる試合、まあ、他の対戦カード見てもすごくいいカードが多いので、まあ、その中で自分の試合が一番こう印象残る形になればそういうふうに思ってもらえるのかなと、まあ、僕は5分3ラウンドやる覚悟は持っているんですけど、まあ、その中で本当にあの負けるわけないと思ってる2人が試合するんで、そういう攻防だったり、特にまあ試合が長くなるにつれて精神的なものだったりって見えてくると思うんですよね。まあ、そうなった時にいろんなそういう攻防、細かい攻防だったり2人の精神戦が見れたら、多分見てる人はあの湧き上がるような試合になるんじゃないかと、終わってみて、あ、いい試合だったな、素晴らしかったなと思ってもらえればいいかなという気持ちはあります。そこで成果つと、はい、自分が勝ってですね、はい、ありがとうございます、はい。